逆探知からのアタックに成功。管理システムのあるプログラムフォルダに潜入したよ。いよいよか。俺はここまで自力で来ることはできなかった。協力に感謝する。何を全て終わったみたいなことを言ってるの。むしろここからが本番でしょ。感無量みたいなのやめてくれない。トライ、ユノ、トライ。現実的と言いなさい。プログラマーはロマンチストにも務まらないのよ。ああ、こりゃモテんわ。だがレディ・ユノの言葉にも一理ある。ならば俺もリアリストとしての一面も見せねばな。管理システムをハッキングするためのプログラムはすでにできている。ウイルス型プログラム、ウェルギリウス。一時的にだがシステムを掌握できるはずだ。その間に我々の人格データを現実の世界に転送する。え、すごいじゃない。いつの間にそんなものを。君たちがこの G ユニバースに来る前に、俺がここを脱出するために組んでいたものだ。このイリオンステーブルに隠しておいた。じゃああとはそれをどう打ち込むかね。小隊長、ここまでで何かある？プログラムテオスね。今まさに最終段階に入ってるはずだよ。順序立てていこう。まずは管理システムのメインシステムを確立する。いいわ、まずはそこからね。何をするにもまず管理システムの場所を特定、そして隔離をしないと。隔離っていつものところに？厳密にはガベージスペースを檻として回収したプログラムだが、同じものと思ってもらっていい。大丈夫か？システム停止しないのか？この G ユニバースがシステムダウンするようなことがあれば我々も無事ではいられん。ウイルス型プログラム、ウェルギリウスはシステムに接続障害を起こさせる。各ディレクトリや処理プログラムとのリンクだけを断って、私たちが管理システムのメインプログラムにつながると。命令コードであるマクスウェルズも手足となる各種オプションを切り離せば動きようがなくなるってわけだね。私たちは管理システムを掌握できればコードマクスウェルズを消去して G ユニバースを脱出という段取りね。その後残ったサクラがガベージスペースから管理システムを解放し、各リンクを再接続すればいい。世界を壊すことなく我々は去ることができる。あ、そうか、サクラとはここで。そういうこと。私はここ生まれのここ育ち。ユノ姉さんのナビゲーターだった、ただの AI だからね。サクラ、さよなら。サクラ、さよなら。グッバイ、さあ。ハロ先輩、同じ AI として後のことはよろしくね。そうよね、しょうがないのよね。私、生まれてちょっとしか経ってないけどすんごく楽しかったよ、ユノ姉さん。私もよ。ありがとう、サクラ。ああ、ほらほら、締めっぽいのはなしなし。またガンダムファイト14回大会で会おうよ。うん、また4年後。いや、来ないよ。サクラ、今のはレディ・ユノの感傷的な気持ちを考慮した上での対応か。人間の感情の流れに対する予測を AI がここまで完璧に学習できるものなのか。ほら、マスターメガネ、ぼんやりしない。明るくさよならするためにも管理システムのファイル格納場所を特定しないと。私は管理システムとのリンクが不完全でスキャンできないんだから。ハロに俺のスキャニングプログラムを読み込ませている。そちらに期待だな。我は先輩にして対戦なるもの、深淵の闇より真実を引きずり出してくれる。ああ、またいつの間にか私のハロに変なプログラム入れたでしょ、このシークレット中にメガネが。それでハロ先輩、深淵の闇から管理システムのメインプログラムを見つかった？深淵を覗くとき深淵もまたこちらを見ているのだ。深淵を覗くとき管
簡単にはいかんか。向こうもプログラムテオスの最終段階に入っているはずだ。時間はかけたくないんだ。全てのガンダムを凌駕するガンダム。できればデータを消去していきたいものだけど。管理システムを孤立させるのが先決だ。そうすればプログラムテオスとのリンクも切れる。もし完成までに間に合わなかったら？その場合は小隊長君に出撃してもらうしかあるまい。ずっと小隊長に頼りっきりで申し訳ないけど、いざという時はお願いね。君がいなければ全てが終わっていただろう。有事の際にはよろしく頼む。ともかく一刻も早く見つけないと。どう原先輩。スキャニング完了。スキャニング完了。管理システムメインプログラム発見発見。でかしたわハロ。イリオンステーブルを転送して。転送と同時に俺のプログラムウェルギリウスを走らせろ。メインプログラム発見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 てて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 てイリオンステーブルに不正データが侵入。何なのこの量。とてもじゃないけど処理が追いつかないよ。これはハッキングだ。泳がされていたのは我々か。この場のデータが書き換わる。まずい。ここはガベージスペース？私たちさらわれたの？小隊長、ハロー！やられた。ハッキング、ハロー。ハッキングされた。小隊長、大丈夫か？小隊長。そうね。不真面目 AI、中学生メガネ、無事なの？落ち着け。レディーユノ、小隊長君。俺たちが移動したのではない。そうだね。私たちがいる場所は変わってない。イリオンステーブル自体が別の場所に書き換えられたんだよ。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。もしかしなくてもコード・マクスウェルズ、どこにいるの？命令コードには私たちみたいなパーソナリティはないよ、イノ姉さん。強いて言えばこの空間そのものがマクスウェルズだよ。プログラムテオス最終工程、不確定要素排除決定。最終工程ということはガンダムの完成が近いということか。ハーメス・マーキュリー計画遅延原因廃棄確定。廃棄？もう用済み赤メガネってことみたいね。私たちもそうなの？ヤザーロード隊ユノアスタルト、プログラミング放棄、計画変更廃棄確定。働かない私も懲戒解雇ってことみたい。別の仕事をやらせるつもりもないのね。それだけ計画は完成に近いってことだろうね。私もお役御免かな。 SACRA/1351420 エラー、認識負荷データ、要再調整、要再調整。やっぱり私を認識できてなかったんだ。でも私だけ廃棄じゃないっぽい。安心するのは早い。認識できていないだけで回収する気はあるらしい。計画変更 SACRA/1351420 プログラミングデータ抽出決定。そのデータってもしかして私のプログラム？それを私から引っこ抜こうってこと？じゃあ私には管理システムとのリンクがまだ残されてるの？ SACRA/1351420 管理システム格納準備完了、帰還命令実行。うわ、何かが私に命令を。シャクラ、まさかマクスウェルズから干渉を受けてるの？帰還命令実行エラー。
私は桜スラッシュだっての。散々ほっといてここに来て急にイノ姉さんのデータを渡せなんて虫が良すぎるよ。帰還命令実行エラー、帰還命令実行エラーエラーエラー。命令コードが変わってるって本当なのね、さくら。大丈夫？帰還命令解除、計画変更、エラーデータ直接回収確定。へっちゃらだよイノ姉さん、気合を入れればこれくらいなら耐えられるって。直接回収って言った？プログラムテオス実行、ガンダムテオストリアス出撃準備。ガンダムテオストリアス、ここでデータベースにないガンダムの名、それがガンダムを凌駕するガンダムか。データ増大、データ増大中。マクスウェルズのガンダムがこの場に現れるっていうの？小隊長すぐに。インポッシブルだレディーユノ、ここはもうイリオンステーブルではない。どういうことかわかるかね？あ、そうか、出撃しようにもモビルスーツハンガーが存在してない。プログラムテオス実行、完了予定時刻。くハロ君ごめん。なんだサクラ、なんだサクラ。強制切断コードインストール。燃え上がれガンダム。あらさくら、こんな時に何やってるの？強制切断コード認識、エラーデータ強制排除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 。そうか、さくらめ無茶をする。だがこれならば。ダメージスペース全て壊す、やってやる。え、ハロー。ひゃー、危なかったけどサクセスストーリー。まだコードが生きててよかった。ここはイリオンステーブル、戻ってこれたの？環境データを書き換え直したというのが正しいだろうな。でもどうやって？ハロの力ってわけじゃないのよね。わかるまい、このハロを通して出る力。配線を通してやらせてもらったのは事実だけどね。バグなどにより深刻なエラーが発生した場合、システム全体の汚染を防ぐため不良セクターを丸ごと切り離す強制切断。サクラは自分自身を深刻なエラーとして管理システムに申告、強制切断を行ったの。さすが説明赤メガネ、こういう時は話が早くて助かるね。待って、そんなことしたらもうサクラは。管理システムからのサポートは受けられん、永遠に孤立した存在となる。そんな、サクラ。難しかっただろう。あの場で管理システムにアクセスできたのはハロ、影響を及ぼせるのはサクラだけだった。そんな顔しないでって。私はイノ姉さんと小隊長さんをサポートするために生まれたんだから、これも仕事のうちだよ。なるほど、見上げた職人根性だ。 AI の性能としてはズバ抜けすぎている。でもこれで私ができることはもうないよ。もう管理システムには私からアクセスはできなくなったからね。そうなるとウイルスプログラムベルギリウスをいかにして打ち込むかが問題になる。レディユノ、今度こそ君の力を借りることになるやもしれん。管理システムへのアクセスプログラムを組めってことね。やるわ、サクラの犠牲を無駄にしないためにも。私は健康満々だからね、やることなくなっただけで。いや、君にはやってもらうことがある。すぐにイリオンステーブルのメインシステムとリンクしたまえ。先ほどのようなハッキングに対する防御など仕事は山ほどある。寝ている暇はないぞ。ジーニバースに労働基準法ってないの？なんて言ってる場合じゃなさそう。早速仕事だ。正体不明機が
急速接近中。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。データ照合はガンダムラトレイヤー、これまでのパターンと一緒だね。それがおそらくはガンダムテオストリアス、モビルアーマーとモビルスーツの融合機。先ほどマクスウェルスは出撃準備と言っていた。全てのデータ収集はこのためのものだったのか。私がアクセスプログラムを組むにしても、まずは倒すしかないみたいね。小隊長、これが多分最後の戦いよ。私たち、いえ、ガンダムたちの歴史のためにガンダムテオストリアスを破壊して。凌駕する相手だから、そんな弱気でどうするの小隊長。ガンダムを凌駕するガンダムだが、たった一機でどうやって現実の歴史を変える。限界がありそうなものだが。プログラムテオス第一段階、準備開始。プラグイン P、プラグイン H、データリンク。プネウマグル、クイオススカイ、戦闘データ共有。プログラムテオス、第一段階、準備完了。ガンダムテオストリアス、出撃。よし、行けます。そちらの準備は大丈夫ですか。戦うしかないのね。各機能正常、戦闘フェーズ移行。でかっ、これがガンダムテオストリアス。飛行型と陸戦型のモビルアーマー、そしてガンダムを組み合わせたもの。これがガンダムを超えるガンダムの専用艦。不確定要素、要排除要素、廃棄処理開始。なんでもんばんね。これを倒さないと管理システムにアタックできない。だが、おかしい。管理システムのメインプログラムはこのガベージスペースに切り離したはずだ。じゃあ、隠しファイルになってこの空間のどこかに存在している。調べてみるしかなさそうだ。それまでの間、負けるなよ、招待状。プログラムテオス第2段階、準備開始。完全な時に、まだなのか。完全な時に、そこだ。くらえ。プログラムテオス第2段階、準備完了。実行、実行。ラトリーナクローン放出。ミスターを作り出してきたよ。小隊長さん、警戒して。見つけたぞ、管理システム。だが、だからそんなことが。ハーネス、どこにあるの。今、小隊長くんが戦っている。ガンダムテオストリアス自体が管理システムそのもの。正確にはシステムを取り込んだ巨大なデータだ。だったらあいつにウイルス型プログラム、ベルギリウスを打ち込めば。俺の体をみんなで活用。アクセスができればな。甘く見ないで。こうなったらまた私が。俺の時とは状況が違う。それに君はこの方に支援機投入。ラトレニアクローン再構築。支援機再構築。同時にプログラムテオス、メインプログラム、クローン処理を開始。敵増援。それに何かしようとしてる。データクローン処理だと。ミスターを指しているのか。私の方で調べてみる。見てガー、くらえ。プログラムテオス第3段階、準備完了。実行、実行、実行。マスター、分かったよ。
メインプログラムのクローン生、管理システムそのものを複製するってことだ。丸ごとバックアップよ。それを許せばウイルスプログラムも意味がない。一刻も早く止めねばならん。ならばガンダムラトレイヤーターベスマーキュリー出る。データ消耗、ガンダムラトレイヤー詳細不明、詳細不明。このラトレイヤーはどういうこと？ハーメス、イリオンステーブルに残されていた破損データから俺がプログラムを組んだ。破損データ現実世界ゼッペン RGM79 ギャザーロード隊仕様。あ、オデッサ作戦に参加した時のあのバグったデータだ。現実世界とデジタル世界の境界上にいるモビルスーツだ。小隊長くん、行くぞ。合併データ圧勝、排除、排除、排除。これで時間が稼げるといいけど。この程度動くな。これで決める。まだね。プログラムペオス第4段階準備開始。不確定データ保安処理終了。頑張って。管理システムプラン処理開始。いくつの複製を取るつもり？バックアップが目的じゃないの？回答か、回答か。敵増援、そして共有を度外視したシステムの大量複製。あらゆる世界に同時に戦争を管理するシステムとして存在しようというのか。ペログラムペオス高級法案戦争管理ガンダムガンダムガンダム。コードマクスウェルズはデータベースからあらゆる戦争形態を学んだ。そしてその全てに対応できるガンダムを作り出した。それを一体ずつ現実の歴史に送り込むとき。プログラムテオス第4段階準備完了。次元介入プログラム準備開始。電位処理開始。現実世界から装置へ装置へ。まさか今の状況で現実への介入を。戦闘中よ。関係あるまい。ヤツにとってこの戦いは通過点に過ぎ。全部終わってからにしてよ。ヒノ姉さん、アクセスプログラムは？まだよ、もうちょっと。急げ。俺はラトレイヤでの干渉で手一杯だ。プログラムペオス最終段階準備完了。しまった、あと少しなのに。トゥルーミッション再登録。トゥルーミッション再登録、再登録、再登録。それは改ざんされた歴史だ。本来の歴史を乱してはならない。却下、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 却下。ヒノ姉さん、ウェルギリウスを私にインストールして。え、そんなことしたってあなたが接続障害に陥るだけでしょ。そう、今の君はどこにも接続されていない状態。甘く見ない方がいい。そうか、サクラスラッシュ。プログラムテオス最終段階クローンリンク解除カウントダウン。召喚者さん、あと不動心間に合わせて。私にチャンスを。クリア、かわせるか。これはどうだ。くらえ、飛ばしすぎたか。逃がった、とっておきだ。行け。研究エルリンの強制実験。研究研究研究。ヒノ姉さん、ウェルギリウスを直接ヤツに接続する気か。止まれー。管理システムリンクエドエドエド。やった、サクラ、サクラ。ここはガベージスペース。イリオンステーブルがまた書き換わったの？いや、今回はデータが消滅している。管理システムそのものにダメージを与えた余波だろう。サクラは、あの子はどこ？コードマクスウェルズの消失を確認。これで本当に終わったよ。この声、サクラ、サクラ、
姿見えない。さくら、どこだ。さくら、うん、誰か来る。あれは小隊長くんか。君も無事だったようだな。少なくとも失敗はしていないはずだ。そこら辺に埋まっちゃってるのかしら。犬姉さん、小隊長さん、ハーメスにハロ君、みんな聞こえる？無事？ああ、これだと何が何だか分かんないか。じゃあ今までのプリティな姿を投影して、これならどうかな。ホログラフ通信。さくら、今どこにいるの？待て、レディーユノ、その前に確認すべきことがある。コード・マックスウェルズはどうだ？あいつは消滅したよ。厳密には私が受け継いだというか。なら管理システムは今君が掌握しているのか。なるほど、それならば合点がいく。今さくらどうなってる？さくら、コード・マックスウェルズを受け継いでるって乗っ取られたりしてないでしょうね？アホユノ、お前はどうしようもないやつだな。寸胴だし。あ、俺様マックスウェルズだから。こら、マックスウェルズ、お黙んなさい。犬姉さん気にしてるんだから。してないよ、あいつそんなんじゃなかったでしょ。ジョークとしてはなかなかだが、実際コード・マックスウェルズの情報はどこまで受け継がれている？ガンダムを使い他のガンダムの歴史を改ざんするという目的はどうなった？それはもうないよ。マックスウェルズの自我はウェルギリウスで消滅したしね。それについては疑問がある。君自身はアポトーシスプログラムの影響を受けてはいないのか？そうよ、毒を飲んで同化したのと同じでしょ。どうしてマックスウェルズにだけ聞いたの？私がこれまでどんだけ犬姉さんのプログラムを解析して回収してきたと思ってんの？防壁くらいちょちょいのちょいだよ。そう言われると意地でもその防壁を突破してその結果を知らしめたくなる。プログラマーのサガ、ユノ、恐ろしい女。わからなくはないが、今はやめておきたまえ。サクラ、管理システムの機能は今君がコントロールできるのか？ミラクルイエス。今の私ならユノ姉さんたちを元の歴史に戻してあげられる。当然ハーメスもね。サクラ、そうか、ならば別れの時が来たようだ。この領域もそんなに長くは持つまい。え、当面の危機は去ったんじゃないの？管理システムが正常になったことで G ユニバース全体で自動修復モードが起動し始めてる。だからお別れだよ、ユノ姉さん、ハーメス、ハラ先輩、そして小隊長さんも。も何もここは私の地元だからね。さくら、ちゃんとしたお別れを言う暇もないのね。もう十分話したよ。私のこれまでの人生ほとんどユノ姉さんと喋ってたんだから。さあそろそろお別れの時間だね。この改造ガベージスペースも解体処理される。まずはお役立ち赤メガネから。よろしく頼む、さくらスラッシュ。ハーメス・マーキュリー、あなたがいてくれなかったら今回の件本当にどうしようもなかったわ。私は知らないうちに現実の世界を壊す手伝いをするところだった。気にするな、レディー・ユノ。君がいなければ俺は永遠にこの電脳空間をさまよう旅衆のままだったろう。お互い様だ。さよなら、ジェントル・クリムゾン・メガネ。もう会うことはないでしょうけど元気でね。さらばだ、ユノ・アスタルト特務総長。だがあらゆる世界はどこかでつながっているという。それをつなぐのもまたガンダムなのかもね。ファイナルイエスだ。もし再びその時が来たらまた会おう、この G の空のどこかで。
ハーメス・マーキュリー、人格データ転送完了。成功確認。データベース削除。これでやっと彼も解放されたのね。なんだかんだ言ってもキーマンだったよね。マスター・ハーメス、いいやつだった。いいやつ。グッド赤メガネ、グレート赤メガネ。そしていよいよだね、ユノ姉さん。言いたいことはいっぱいあるけど、そうね、あなたとはたくさんたくさん話をしたものね。私たちがオデッサ作戦からここに来て、ガンダム・テオストリアスを倒すまでの間に。だから最後に一言だけ、ありがとう、サクラ。うん、ユノ姉さん。サンキュー、サクラ。サンキュー、サクラ。宇宙世紀に戻ったら姉さんのことよろしくね、ハラ先輩。そして小隊長さん、最初から最後まで私たちを支えてくれたのは君なんだよね。この G ユニバースを立て直す、それが今の私のやるべき仕事だよ。さくら、働き者、労働者の鏡。まずはとにかく管理システムを正常な状態にしないといけないんだよね。全てはそこから。そのためには異物は排除しなきゃいけない。異物、イレギュラーな存在である私たちね。ハーメスと同じく転送してくれるの？ちょっとエラーが出てるんだよね。だから確実な方法を取ることにするよ。小隊長さん、これから指示するミッションに出撃してね。出撃って全て終わったんじゃないの？だからこそ行くんだよ、全てが始まったあの場所にね。